守備崩壊。今年は春先から歴史的なペースで勝ち星を積み重ねてきた阪神タイガース。しかし弱点である守備は改善されておらず、今年のエラー数も現時点で12球団トップ。6月11日時点で57試合で42失策を記録しており、このままだと年間105失策ペース、矢野政権となった19年の100失策、20年の85失策を超え、過去3年間で最悪となってしまいます。まさに主乱。このように12球団で最多の失策数を記録している阪神守備陣ですが、過去には今の阪神以上に守備崩壊したチームが存在したんです。そこで一つの疑問が生じました。今の阪神以上にひどい守備陣とは一体どんなチームなのか。というわけで今回は阪神の守備陣よりひどい守備崩壊チームを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。最多チーム失策記録。歴代最多チーム失策数ワースト3はこちらのチームです。今から約60、70年前、2リーグ分裂前後のチームが占めています。ここ10年の最多失策チームの平均エラー数は93個なので、高3チームがいかに多くのエラーを重ねていたのかがわかります。当時のプロ野球黎明期の守備レベルはとても低く、55年までは全球団が100失策以上を記録していました。特にノンプロの選手を主体にした新球団が球界全体の守備力のレベルを落とし、内野手の送球がスタンドインすることも珍しくなかったといいます。しかし60年代に入ると守備レベルは年々向上、70年代80年代になっても順調に向上していき、90年代には12球団全体の守備率が現在の水準まで高まりました。ちなみにシーズン歴代最小失策チームは91年の西武ライオンズ、17年のソフトバンクでわずか38失策。ただ西武は130試合、ソフトバンクは143試合を消化しての記録なので、守備率のプロ野球最高記録は17年のソフトバンクです。プロ野球の守備の歴史を簡単に振り返ったところで、今回は現在の水準まで失策数が減少した90年代以降で最多のエラー数を記録したチームを紹介したいと思います。10位から4位まではこちら。全チームが100失策超え、半分以上広島がランクインとなりました。続いて3位、2005年広島、失策数114。この時の広島は98年から連続して B クラスに沈む暗黒時代真っ只中で、この期間ほとんどの順位が5位だったことから語彙力と揶揄されるほどでした。まだ99年からこの年まで7年連続リーグワーストのエラー数を記録し、順位も最下位、まさにどん底のシーズンでした。当時の守備陣がこちらです。サードの新井さんがリーグトップの21失策を記録し、守備崩壊に大きく貢献。加えて怪我で離脱するまでショートのレギュラーだった尾形芳典内野手が45試合で12失策、助っ人外国人のラロッカがセカンドとサードで計14失策を記録するなど、出場した内野手がエラーを重ね3位となりました。2位、2014年、横浜 DeNA、 失策数116。2002年から続く暗黒時代から11年オフに親会社が DeNA に変わり、徐々に変革が進んでいたこの時、前年2013年は6年ぶりに最下位を脱出し、失策数はリーグで3番目の少なさでした。しかしこの年は一転、守備陣が崩壊、21世紀以降で2番目の失策数となりました。当時の守備陣がこちら。捕手、内外や全ポジションでまんべんなくエラーを記録。加えて後半に加入したグリエルがセカンドとサードで計7失策、ショートの白崎選手が66試合で10失策、比較的失策数の少ない外野でも多くのエラーが飛び出しています。先ほど紹介した広島新井さんのように、特出した失策王がチーム全体の数字を悪化させていましたが、今年の DeNA はポジション問わずレギュラー控えが全体的にエラーを重ね2位となりました。1位、2003年オリックス、失策数132。前年は石毛監督のもとリーグ最小の失策数を記録していましたが、チームはオリックスとなってからは初の最下位に沈みます。2003年に入ってもチームは開幕から低迷、そして20試合で借金5となった4月23日、オリックスフロントは石毛監督を電撃解任、後任にはレオン打撃コーチが就任しました。レオン監督はこれまでの守備重視から打撃重視のチームスタイルに変更、守備に難のある一塁手オーティズをセカンドに移し、ショートには若手の後藤光孝内野手を起用。リーグ屈指の強力打線を形成するも、打撃に全振りした結果、センターラインを中心に深刻な守備崩壊を招き、開幕から投手陣も崩壊していたため、歴史的なペースで失点を重ねました。この年優勝したダイエー相手には20失点以上の大敗を4度繰り返すヒスタンプリ、歴代最悪の927失点、チーム防御率 5.95 を叩き出し、プロ野球ワースト記録を次々に更新。守備の面でも21世紀以降で最悪となる132失策、まさに歴史に残るディフェンス陣となりました。レオン監督は日本語が大変流暢で、試合後のインタビューは日本語で対応、あまりにもチームの不甲斐なさに情けないようを連発していたといいます。またシーズンワースト記録を更新した時には、信じられない、
聴きたくないようなレコードだと何度もため息をついていたとのことです。当時のオリックス守備陣がこちら。オーティズはセカンド他にサードでも14試合起用され7失策を記録。他にも平野圭一選手がセカンド、ショートを守り計12失策。まだ通常は失策数が少ない外野でなんと2桁の失策数を記録した選手を2人も輩出するなどまさに守備崩壊でした。そして翌年オーティズはファーストにコンバート。ここからはちょっとした余談ですが、私が子供の頃2004年の3月に甲子園で行われた阪神対オリックスのオープン戦を見に来まして、一塁側の内野席の前列に座りました。席に座るとオリックスが守備練習をしていて、オーティズがファーストを守っていたんですね。コーチからのノックを受けた内野手が次々とオーティズに送球していたんですが、オーティズがショートバウンドを全く取れずに何度も後ろに反らして首をかしげてた姿を真後ろから見て、下手すぎやろと衝撃を受けたのを今でも覚えてます。そんなオーディズはこの年限りで退団、一時日本を離れ、2007年にロッテに入団すると以前とは見違えるほどの守備を披露、プロ野球ファンを驚かせました。守備崩壊の特徴。今回紹介した守備崩壊3チームの特徴として、セカンド、サード、ショートのいずれかに若手を起用、守備陣の形成期間が浅い、守備位置が固定されていない、この3つが挙げられます。順に説明していきます。セカンド、サード、ショートのいずれかに若手を起用。守備崩壊チームはいずれもセカンド、サード、ショートのいずれかに若手を起用しています。セカンド、サード、ショートはエラーが出やすい難しいポジションで、捕球能力、スローイング、状況判断、経験が問われます。そのためスタメンで出始めた若手選手は当然エラーも多くなるんです。こちらは2005年以降のシーズンごとにセカンド、サード、ショートの最多失策と最高守備率を記録した選手をまとめた表です。最多失策には若手が非常に多いです。しかしミスをしながらも経験を重ね、数年後は守備率でナンバーワンになっていることが確認できます。現在は名手として評価される巨人坂本選手はスタメンで出始めた2008年から7年間で6度失策王になっていますし、昨年プロ野球史上初のセカンドとして守備率10割を記録した広島菊池選手もスタメンに定着した13年には18失策を記録しています。守備陣の形成期間が浅い、守備崩壊チームの特徴としてスタメンとしてその守備位置を守った歴が浅い選手が多いです。守備崩壊3チームプラス阪神の守備陣でこれまでその守備位置での規定守備機会を達成した数をまとめた表がこちらです。3チームとも規定守備の達成数が少ない選手で守備陣が構成されており、特に守備の核となるセカンド、サード、ショートに規定守備達成数ゼロの選手が多く並んでいます。一方、過去最高の守備率を記録した17年ソフトバンクの守備陣がこちら。守備の核となるセカンド、サード、ショートには長年チームを支えているサード松田選手やショート今宮選手が守っており、セカンドも明石選手、本田選手、川島選手など実績あるベテランが日替わりでスタメン起用され、守備に安定をもたらしました。守備位置が固定されていない、守備崩壊3チームはいずれもレギュラーの選手が複数の守備位置を守って失策を記録しています。特にセカンド、サード、ショートを転々とした選手が多いです。昨年の阪神もコロコロ複数のポジションを守らせるなど批判が集まっていましたね。エラー数と順位の相関性では、エラー数が多いと順位も低迷するのでしょうか。そこでシーズンごとの最多失策チームと最小失策チームのシーズン最終順位をまとめた表を用意しました。まずセリーグから見ていきましょう。最小失策チームの平均順位は 2.9 位、対して最多失策チームの平均順位は 4.5 位となりました。やはりエラー数が少ないと上位、エラーが多いと下位に沈む可能性が高まることが分かります。この30年間のうちエラー数トップでセリーグ優勝を果たしたのは2011年の中日のみです。続いてパリーグ。セリーグとは違い、最多失策チームの平均順位は 3.8 位と上昇。ただ最小失策チームも平均順位は 2.36 位とセリーグより高くなっており、こちらもエラー数の少ないチームがより優勝に近い結果となりました。大体年間で60失策前後でリーグ最小、90前後のエラーでリーグ最多となっています。というわけで今回は以上となります。阪神は今キャンプで元巨人の川合正広を臨時コーチに招聘、なんとかエラー数を少なくしようという姿勢がファンの胸を打ちました。現在エラー数は改善されていませんが、若いチームなので我慢して使い続けるしかないと思います。今年は現状の布陣で戦うとして、将来的に大山がファースト、佐藤がサードと言われていますが、個人的に思うのはセカンド糸原選手の守備範囲がかなり狭い上に、年齢を重ねるとますます動けなくなります。ただあの打力は必要不可欠です。そこで将来的には糸原をファースト、大山選手を外野とする可能性もありなんじゃないかなと思います。1年目の大山選手は外野守ってましたし、プロスピの動画に出演した際、自身の能力を見て俺外野守れるのに適正ないやんと悲しそうな表情を浮かべていましたからね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサムチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。